ジロボットやるのがよくね、俺がライブ配信やってる時に、ね、あの人は FX とかとかってやってた、ね、その時にアンチコメント書いてた、もうそれの過去のストーリーができるじゃん。過去から現在においての立場逆転してるわけだから。うん、確実に、うん。ね、このネット上じゃあちらの方、ね、やっぱね、美咲さんの方が、美咲さんだっけ美咲優太だっけね、有名だし。あ、ノッコン寺田も放送来てくれたやつ、そういえば、ノッコンさんも。ノッコン寺田も放送に来てくれて、ゆいがなんけ、生きる屍じゃなくて、ただの屍じゃなくて、なんか言われたんだよ。ノッコン寺田、ブレイキングダウンデーだと、ノッコンと、あと、元さ、あの、伊原亮いるじゃん。元、あのブレイキングダウンでさ、あの、なんか出禁みたいになった。伊原亮。うん。もう来たし。うん、結構じゃねえ。あともう一人誰かい。ウリタは来てないな。うん。いや、すごい。だから知ってた。あ、そう、サップ西成さんもそう。サップ西成さんも、そう、俺のこと知っててくれて。そう、すごくない?ね、今、ブレイキングダウン、俺出ようとしているサップ西成さんも俺のこと知ってて、ね。いや、ね、あんな、ね、昔怖かった人が。あ、知らない?ブレイキングダウン見ればわかるよ。なんで、結構知られてんだな、と。白いヤンキーは来てる。ねえ。だいたい後ろにって、おい、後ろにって、俺も今後ろね、わざと見たけど、俺画面上から後ろ見えるんだぞ、だって。自分のご放送でコメントと画面見てんだから。俺がな、あなたと一対一で喋ったら俺は後ろ見えないけど、俺放送やったら後ろ見えるんだよ。ジミーの時みたいに一瞬でね、横から来られたらわかんないよ。ミキらしい。ジミーの時みたいに、横画面上から見えないところから来られたらわからんけど。なも人は通るだろう、女も。どこの田舎道だよ。人ぐらい通るだろうよ。どこの田舎道だ。田んぼかなんか住んでんのか。ブラジル人。怖いな。それは逃げる。それは逃げた。ブラジル人は危なかったからな、俺。命の危険性さえあった、あの時は。確かに。パイセン、ウリタに俺で売名やめろ言ってねえよ。言うわけねえ。あっちの方が夢だろうよ。サップ西成さんほんと。サップ西成さん俺フォローされてるし、俺もフォローしてる。サップさんからフォローされてて、で、俺もフォローした。うん。だからサップさん、だから、まあね、ノッコンは俺フォローしてないな、多分。ノッコンって寺田さんは、多分。BD って言ったら強姦2期になる。あれ2期ってつけなくちゃいけないの、これ。なんで俺、だから、ねえ、ここでブレイキングダウンの話出るけど、TikTok でも出るんだけど。なんで俺がブレイキングダウン出るの?ベルいらっしゃい。じゃあ意味わからんよな。なんで俺に言うのかなと思って、どこも、かしこも。ところさんの体操?だって、あれでしょ、身長は高くないけど、体重が全然違うでしょ?サップさんと?俺、同い年なんだ。やっぱアウトローのイメージが強いから。俺体重増やさないと無理だよな。ちっちゃい、体重増やさないと、まず無理。あ、もちろんジムも通わないといけないし。あ、おフェイ、ありがとうナムルキャッターナス、その顔恥ずかしくない?いやいや、ライブ配信外でやってて、フェイフェイありがとうナムルってやつは恥ずかしいよ。うん、全然顔恥ずかしくない。うん、このね、フェイフェイありがとうに比べたら。うん、暑いね、それにしても。じゃあさ、いいや。TikTok じゃあさ、ね。言えないから、青白王子、ブレイキングダウン、もしね、本当に YouTube でね、ブレイキングダウンに俺が出た方がいいとか、出てくれっていう風に言ってるならば、俺とやりましょうよ。
過去ね、僕にアンチコメントを書いたりとかね、そういう風にしてたんだから、ここでね、僕がそれを知った以上で、もう俺はもう過去の配信者とは違うけど、ね、TikTok でやってるから、違うけど、もうイメージも変わ、ね、あっちでは違うし、やりましょう、逆に。負けそう。負けてもいいじゃん。勝つためにやるけど。まだ総理として弱い。そうだよな。俺もそう思う。確かに弱いと思う。ただアンチコメントを打ってた、そこが遺恨にはならないし。あ、俺も背高そうに見える。今7万持ってないわ。確かにね。マスクで入場だって俺かわかんねえじゃねえ。はっせ。でもあれだよ。最後にキャスやった時よりは太った少し。今やっと60キロ。58キロだったのが、今60キロとか61ぐらい。もうちょっと太んないじゃない。出てきた時が70キロちょうどだから。ねえ、それからまだ10キロぐらい痩せてるから。ブレイキングダウン出るなら出ないよ。ただのうちはネタやん。周りはポカーンだわ。うん。お、おう。ブレイキングダウンってそういうところじゃない。TikTok の最初の動画のプロレスの友情みたいな動画いつの？いつだっけな？忘れちゃった。刑務所で太ったんじゃないよ。校長で太った。あとは、なんか、多分知らないと思うんだけど、なんか、コロナで工場閉鎖で、工場いたの、俺11ヶ月中2ヶ月だから。だからずっと部屋での生活で寝て食ってだから太るんだよ、誰でも。みんな太ってる。だから、年中正月みたいなもんだよ。刑務所の正月みたいだから、だから太るんだよ。あ、ちなみにこういう話、TikTok NG だから。NG。マジ。刑務所なんて言うね。なんか無理。檻の中。うん。違う、鉄格子から見える空を見てとか、そういう風な発言じゃないと。鉄格子が見える、ね、空を眺めながらとか、そういうね、そういう風な言い方じゃないと。だからそう、そういう言い方で、そう、ダメ。あと、薬がどうこうとかいう話も、コメントも、それもアウト。コメント自体もアウトだし、俺もそのことについて発言できないので。刑務所に行け NG ですね、絶対に。確かに、厳しいよ、それ。だからその言い回しってのを、いちいち厳しいから、だから言い回しを考えないといけないから他の放送を見て勉強してるっていう。パイセンから通報、入れない。あのね、俺ね、あっちも NG 入れないのよ。ルールがあって、ここと一緒。俺さ、ここのね、ツイキャスでさ、ルールなんだった？ね？ね？リスナー叩き、連投コメント、ね、立て込めだったよね。ね、あっちでは、メンション禁止な、メンション。要は、リップな、リップ。ツイッターで言う、リップ。禁止。まあ、そのリップ、リスナー同士の会話禁止と、連投コメントと、リスナー叩き。これだけ禁止なんだけど、それ以外は、普通に通してる。っていうのも、運営がバンにするから。勝手に。運営が、コメントで警告与えて、そのコメント削除されちゃうんだよ。で、それを繰り返してると、バンになって、アカウント停止になるんで。TikTok、日本でやってるのは日本支社みたいなのがある。もともとは中国なんだろうけど。日本の支社みたいなのがある、ちゃんと。そこが対応する。だって、これが、ダメなんだよ、これ。ちょっと待って、どうやって書くんだ、これ。このコメントダメ。俺。これ。わら。W ダメです。W って、中国ではね、腐って、イメージが良くないんだよ。なんか、良くない言葉らしいよ。草とか藁っていう言葉。W っていうのが、その良くない言葉らしくて、だから、それが引っかかっちゃう。
んで、俺は、だから、それ、一応ね、申告して、申告者。異議申し立てした。まじまじ。異議申し立てしたら解除された。要は警告なんだ、最初は。そういうコメントって。警告来て、んで、異議申し立てしたら、日本、その、死者のその日本のね、方から、その、すいませんでした。AI が勝手に判断するんだって。AI 機能が。コメントとか。タバコもだからダメ。タバコを、こうやって、カチッてつけただけで、もうそれだけで、ダメ。それだけで放送中なんだから。で、最初は警告。何 ?TikTok のファーウェイってお前どんだけ中国寄りなんだよ。そんなこと言ったら iPhone、そんなこと言ったら iPhone 持ってたらって話だろよ。あ、ちなみにね、あの、うち、みやびくんの所属ライバーのある方が、ね、俺 iPhone 買おうかなーって言ってたらしいよ。iPhone 買おうかなーって言ったら、iPhone ね、17万とか20万ぐらいするらしいよって。高い!じゃあ買わねーって言っただけで、バン。バンです。iPhone が高いから、そう、あの、買わないって言って、バン。まず、恐ろしいでしょ、だから。高いから買わない、ダメね。あの、企業のイメージを多分下げるから、多分ダメなんだ。マジで。そんなサイトすぐに終わりそう。アップルがスポンサーだったりする。多分そういうのだろうね。そうそう。何が地雷かわからないから。だから、その一般ライバーは厳しいのよ。要は所属ライバーになると、事務所がそういうのをバン解除のためにやってくれるわけよ。自分ももちろん異議申し立てするんだけど、事務所もやってくれるから、そうするとバン解除される。これ。ここ事務所がでかいんだから。だから地雷がわからんから気をつけないといけない。中国が iPhone の工場がたくさん あるんだ。まあそうか、組織の力大きい。だからまあ多分事務所に入るのってそこがそのメリットじゃない。メリット、要はバンになった時にバンになった理由を話して、それで事務所に対応してもらう。熊野プーさんで A 版が中国。でも、プーさんっていう名前いたりとか、なんか、でも俺そういう話をしないからな、熊野プーさんの話を。そう、個人的な感想なんだけど、やっぱ難しいだから。TikTok はコピー商品を堂々と売っている。そうなの?あと音楽の著作権に関しては緩いかな。結構 TikTok 音楽、その動画上げる前に音楽の審査みたいなのしてくれて、勝手にこうやって作ってやってる間に審査してくれるの。音楽最初に入れとくと結構緩いかな。結構大丈夫な音楽が多い。ゼロワンは一人でも担当ついたよ。あのね、そのね、なんだっけ、そのライバーでもね、3種類あるんだよ。フリーライバーと、ただの所属ライバーと、なんかプロライバーだかなんかわかんないけど、ビジネスクリエイターだっけな。なんかあるんだよ。そういうのがある。ツイキャスに配信しに来た。中国ディス?ていうか国のディスはダメでしょ?中国だけじゃなく、これ他の海外の人たちも見てるから、そういう差別的発言はダメ。男女、男女とかね、男とか女とかの差別発言もダメだし、国の差別発言も。ちなみに、最近アラブの人からすげえフォローされる。8月の27日、28日だけで30人ぐらい。アラブの人。マジで。だからね、なんかわかんない名前の人がなんかさ、変換機能があるんだよ。なんか、他の国の言葉で書いても、丸ボタンみたいなコメント欄を押すと、日本語に訳してくれるんだよ。そういうのがあるんだけど、そうそう、それでわかる。んで、後からフォローされてるのを見ると、やっぱり動画が、そういうアラブとかそういう人たち、多い。他の国の人も多い。リスキは宝箱を投げた時すごかった。いや、宝箱、うち、1000単位で、宝
宝箱を投げている人がいる。みんなにコインを配るんだよ。そうするとそのコイン、要はお金だな。お金、換金はみんなはできないんだけど、要は他のライバーとか俺とか投げれるわけよ。で、そう。だからお金なくても別にコインで他の人、ね、他の人からコインもらって、それでアイテム投げれるから、コインだけもらって自分の推しの人に投げてる人もいる。たまに気晴らしでキャスもやってな。時間がなくてね、俺本当はキャスやりたかったんだよ、実は。時間がなくてやれなかっただけなんだよ、本当に。配信と、じゃあ配信と借金の返済とね、家賃とかそんなの考えてて、だからそればっか考えてた。あとはもう会社の、そのね、事務所入って、いろいろそういうのをやったりとかしてて、まあ、そればっかりで考えてて、マジで、彼女いる時もそうだし、ずっとそんなのばっか考えてる。だから全然キャスができなかった。だからやってんだよ、いろいろ。やりながらだよ。本当だったんだよ。そう見えないでしょ。本当にまあそんなのばっか。あ、やべえ。1時間半も、ちっちゃい、1時間半も、亀尾いらっしゃい。1時間半もさ、お金にならないところで配信しちゃった。あ、なったわ、今日。フェイフェイ来たから。うん。フェイフェイ来たけど、今日1時間半でしょ ?1 時間半で、あれだから、あれだな、テックトックより時給だと、時給換算すると、テックトックと時給換算すると、あれだな、コンビニのバイトぐらいだな。コンビニのバイトぐらい。だいたいね、テックトックの場合は、最低でもガールズバーの、女性、ガールズバーの店員ぐらいの時給だから、最低でもね。いい時だとね、まあ、かなり高いけど。副業用だなんか、そんなことはないよ。うん。何?正直、後悔してる?全然。収益も下がる?全然。これね、全くもって問題ないんだよ。そう思ってるのは多分あなただけなんで、整備しますさんだけで。うん。宮城くんがやろうとしているその企画配信、こうやって やってて、やっぱ TikTok では珍しいんだよ。みんなはもう見慣れてるだけ。キャストとか、ニコ生とか、フワッチでは見慣れてるだけで、TikTok ではやっぱいないんだよ、そういうのが。で、雑談配信もいない。あんまり。雑談だけでやってるだけもいないし、企画配信をやってる人も少ない。だから、こっちでフェイフェイコジキした方が全然。3倍は違う。アコいらっしゃい。3倍以上は違う。いいわけじゃない。3倍以上は違う。マジで。まあ、あとはあれだな。まあ別に、整備しますなんて別に、ね、俺あっちが仕事やってるからさ、お前みたいに別にお遊びでやってるやつとは違うからさ。仕事だから。TikTok はまだまだ手探り感があって、新鮮。まだな、そこがな。3倍以上違うの、一攫三下もきついくらい。厳しいの?うん、厳しい。厳しいよ。正直。厳しいなぁ。まずは大手からめ。ああ、大手っていうかね、そのライバーとコラボした方がいいよってさ。で、バトルした方がいいよって。それは事務所に言われたんじゃなく、他のライバーの方に言われた。俺のことを知ってるライバーって結構あっち多いのよ。あっちでお金をいっぱい稼いでる。ね。
言われた。あ、バード紹介いらっしゃい。TikTok? お前 TikTok だと話題がループしてるだけ。よく放送見てくれてるね。ありがとう。あの、お金投げ、ね、アイテム投げるんだったら画面タップしてね。画面タップ。そうすると、M いらっしゃい。画面タップ。それは、バトルありき？あ、バトルやってない俺。エリネね、そうそう、エリネ実は、その、ここ2、3日は来てないけど、結構エリネ、その、コラボ申請とバトル、うん、あの、申請来てんだけど、一回も受けてない。あの、自分が雑談やってる時にこうやってバーって喋ってる時に来てから、そう、拒否、みたいな、しちゃって、やった方がいいですよって言ってた。うん、俺、エリネに言われたのも、ああ、なるほどねって、やっぱそうなんだと思って、ただ、なかなかなと思って、ちょっとやり方もちょっとね、慣れなくて。ミカマと絡まない。あの、ミカマもフォローしてくれたんで、まあそのうち絡むことあるかもしれない。っていうか、無人島で絡む。無人島で直接会うことになると思う。10月無人島、ミカママも参加になってるんで。みやびくんの事務所なんかに入ってペコペコしてるでんで、判断力ゼロ。ああ、整備します。お前間違ってる。ペコペコなんかしてないよ。間違ってる。何も知らないんだよ。黙っとけ。雑魚。TikTok の配信中、実は結構コラボ依頼来てるよ。知らないライバーから知ってるライバーまで。来てるよ。あの、俺のフォロワーって見れるんだっけ？みんなの方から。俺がフォローしてるのは見れないんだけど、俺のフォロワー見ればわかるよ。フォロワーは見れるはずだから。フォロワー見れないけど、フォロワーは見れるので、そこでね、結構トップライバーの方結構いるから。ミカマももちろんそうだし、ミカマも弟子たちもね、弟子の、まあ、ミカマの事務所に入ってる人もそうだし、エリネとかもそうだし、まあ他の人もそうだけど。結構フォロワーが多いトップライバーとか、元トップライバーとかそういうの多い。